カチャンネルです。はい、皆さんどうでしたでしょうか。私ちゃんと上手に踊れてましたか。てかこの曲めちゃくちゃ良くないですか。この曲何の曲かというと、毎週日曜日朝9時からテレビ東京系で放送中の秘密戦士ファントミラージュのエンディング曲、じゃんけんポンという曲なんですね。実は私毎週見ております。まあ、これまだ始まったばっかなんでまだ見てないって方もいると思いますが、これ小さい子向けの番組だと思うでしょ。いや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 、これねめちゃめちゃ面白いんですよ。なんかね、主役の女の子が3人いるんですけど、ここみ、さき、四つ葉、もうめちゃめちゃ可愛いんですよ本当に。で、あとね、主人公たちが私と同じ動画クリエイターなんですよ。その動画をねアップしてるんですよ。で、私もね毎週録画で見てるんですけど、めちゃめちゃね本当に、まあ、小さい子向けかと思ってたんですけど、本当に見てみると面白いです。なのでね、ぜひまだ見てない方がいれば絶対に見てみてください。そして今日踊ってみたじゃんけんポンはこの番組のエンディング曲なんですけど、その主役の3人組がめちゃめちゃキレッキレに踊るんですよ本当に。それがめちゃくちゃ可愛いしかっこいいんですよ。なのでそこにも注目していただいて見てみると一段と面白くなるんじゃないかなって思います。あ、ちなみにエンディングの最後にあのじゃんけんポンってところがあるんですけど、あそこが毎回ね出す手が違うんですよ。そこにも注目していただくと嬉しいです。だからうち毎回テレビでじゃんけんって出してますよ。はい、というわけで今回は久々の踊ってみた動画ということで、秘密戦士ファントミラージュのエンディング曲じゃんけんポンを踊ってみました。兄弟や仲いいお友達とかとね覚えて踊ったりしたらすごい楽しいと思います。最後にねもう一度私の踊ってみた動画をね流すので最後までご覧ください。ぜひ皆さんもね、え、難しそうって思う方もいると思いますが、ぜひね何回か練習して踊ればもうノリノリで踊れると思うので、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。それでは皆さん、バイバーイ。あー、どうぞ。じゃんけんポン。じゃんけんじゃんけんじゃんけん、せーのでじゃんけんポン。お互い様仲直り。じゃんけんポン。ふとした瞬間、小さなこと、大切な君とすれ違った。ご視聴ありがとうございました。おすすめの動画はこちら、ぜひ見てみてね。こっちのボタンをクリックして今すぐチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっているのでぜひぜひフォローよろしくお願いします。グッドボタン、コメント待ってます。それではバイバイやー。